さてさて、開始してると思います、先生。いやー、というわけで始まりましたよ。生配信でございます。井上真ですよ。井上草太です。いやー、ごめんなさいね、遅れちゃって。9時5分になっちゃったね、先生ね。ちょっと、先生が笑ってる私がこんな感じの理由を今から説明しますね。丁寧にね。はい。というのもですね、我々喋っておりました。ずっと。で途中でですね、あ、今日はこういうテーマで、なるほどとか言いながらいつも通りね進行してたんですけど、途中で先生がどしどしコメントもっておっしゃったんですね。コメントと思ってこれは、ね、いつも僕がセンターになりまして、僕のパソコンで録音してね動画を出してるわけです。いつもね朝昼晩と ね、ライブか今日と思ってでやり直して今ライブに繋いだというね。だから冒頭5分くらいの動画は残ってます、撮ったやつが。そうだよね、月曜日だもんね今日はね。ごめんね先生。もう大爆笑でしたね先生。なかなか、そう、9時に合わせて僕と喋ってたんだね、はい、8時40分くらいからずっとね、はい、なかなか始めてくんないなと思ってさ、ちょっとトイレ行ってきますわって言って9時2分くらいまでトイレ行ってたもんね俺ね。行ってでも、ね、真帆さん、僕もギリギリのタイミングで本当お腹痛いんだら大丈夫かなって思っちゃって心配しちゃってまして。いや、すいません、生配信だってことすっかり忘れてまして。コメントお待ちしてます、皆さんありがとうございます。もう参っちゃってるか分かんなくなってくるよね。いや、そうなんだよね、はい、ありがとうございます。今日もたくさんありがとうございますね、グラスパーズさん、キリリンさん、バベゴさん、ウチャさん、ライブさん、ケイトダマさん、マルチンさんね、ヨウさん、他の方ありがとうございます。ハイさん、はい、ね、もう笑ってしょうがない今日。まあ、たまにはね、こんなこともありつつと思って、いい、ね、ただこうちょっとね、結構苦しんでたものがスポーンと抜けた感じしました、あのトイレで。あ、本当ですか。汚い話になりますけど、すっきりしてるのがね、私。ありがとうございます、おかげで。いやいや、はい、もう200名の皆さん、多分今頃、今多分あれでしょう、皆さんのもとに通知がいったんでしょうね。ありがとうございます、ね、すいません、はい、生だというのを。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあ、ということで今日は先生、興味深いサムネですけどもね。はい、立ち位置かける戦術ということで、はい、今日やっていきたいと思います。お願いいたします。一応ね、はい、皆さん、まあ、さんもですけど、はいはい、まあ、先々週、はい、シャープ101バンデライブシャープ101で、オフェンスのデータの回やらせてもらったんですよね。はいはいはい。で先週が、まあ、開幕して2試合かな、はい、終わったところで、で、J1、J2 なのディフェンスのデータのデータ、はいはいはい、はい、お話しさせていただきました。縦横のグラフやってきたんですけども、はいはいはい、今日はじゃあオフェンスの話、ディフェンスの話やってきたので、はい、ちょっと次は戦術とか、ま、試合の見方みたいなところ行っても、ま、面白いんじゃねえのっていうところで、いいですね。ちょうどその話してる時に先生が俺動画撮ってると思ってたから、さっきね、はいはい、先生がトク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 と音出したのよ、なんか、はい、コーヒー入れる音、あれ録画の時こんなことしたことないのに先生と思ってなんかおしゃれな番組にしようとしてんのかなと思ったら、ね、皆さんもコメントねって言ったから、あ、そっか、生配信のつもりでやってんの普通の動画なのにコーヒーの音させてたから、おしゃ今日おしゃれだなと思って生でございます、すみません。立ち位置ね、はい、お願いしますよ。ここまでで、だから我々さっきやったっていうの、いやー、もうビルワカはもう生活ですから、我々のね。ありがとうございます、リモート時代のね、ありがとうございます、うん、いや、そうやって生活だからこそ、はい、よりなんか深く見れたらその方が嬉しいじゃない、サッカーの試合ね。あ、そうね、ほんとそう。いや、ほんと面白いんですよ、先生に今シーズンいろいろ教えていただいて、はい、一からこう戦術、まあ、わかんないなりにね、あ、こういうことを見ればいいんだっていうのがすごい面白くなってますよ。そう、ありがとうございます、はいはいはい、皆さんもそれを見出しちゃって嬉しいなと思って、最初の回の、はい、攻撃の時がだから開幕節終わってて、はい、うん、で今回が2節、あ、前回が2節終わってて、なんで今回は J2 で言うと第3節、まあ、3週間終わった段階で今回はこの、はいはいはい、立ち位置戦術の話していこうかなっていう感じにしてみました、うんうんうん、はいはいはい、立ち位置 ね、はい、そうなんです、うん、だから今回ね、いわゆるサッカーってどんな局面があるんだろうっていうのとかが、はいはいはい、全部戦術に関する基礎が丸分かりになります、はあはあはあ、これ聞いていただけると、それとね、はい、そこにもあるんですけど、徳島、福岡、清水、鳥栖、鹿島、
広島っていう3試合使ってその戦術の見方みたいなところも具体例出しながらいろいろやっていこうかなと思ってるんですよ。なるほど、はいはいはい。なのでちょっと皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。はい、じゃあまあもうすぐ行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。はい、はい、ってことでまず目次でーす。はーい、これが目次じゃないんだ、はい、あ、出たと、はい、はい、こっちでございます。はい、今日はね、あ、最後1個書き忘れちゃったな、うん、5項目いろいろ見ていこうかなと思っておりますと。はい、まず1つ目でございます。これはもう先に言っちゃいましょう、うん、我々ね、マーさん、うん、昨日はカターレ富山さんとのイベントを、昨日だっけあれ、あれ昨日なんですよ、もっと前な気がする、気がしますね、なんとなくね、昨日だっけあれ、そうなんですよ、楽しかったね、楽しかったです ね、 ね、アーカイブでもいいんでぜひね見てもらえたら、お越しいただいた皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございました。興味深いお話もね、たくさん、そうですね、うん、左友社長、まあ、はい、次期所長ですか、片山さんのね、社長さんとお話しちゃうもん ね、 しちゃったもんね、あとは法政大の永山監督、うん、はい、監督室からいらっしゃいでしたね、そうですよね、うんうん、あと元鳥栖徳島そして富山の OB、はい、江藤優さんにも、江藤さんお越しいただいて、ね、ちょっとお子さんも見切れて可愛かったですね、奥様の髪の毛もちょっと違ったこう、ね、なんか日曜の朝にズームであの三世三様のサッカーの方とつないでね、うん、でこれからマッチデーですねっていう、あの感じ俺好きだなと思ったね、なんか良かったっすよね、なんか好きだって、ね、好きですねあれ ね、 ね、なんかこれからこう今から、ね、今か今かとこう試合をこう待ち置いていく感覚がすごく良かったっす、ね、なんかあの感じいいなと思った、いや小学生の頃思い出した、なんか朝からなんかちょっと頑張る感じ、何言ってんの、いや、いいね、あ、でもこう、いただきました、カーマインさんです、昨日お疲れ様でした、そしてありがとうございました、お腹いっぱいの一日になりましたと、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、うん、あのね、これ嬉しかったのがね、まあ、はいはい、あのチャット欄の皆様に対するコメントいただいたんですよ、カターレ富山さんから、チャット欄の皆さんに対する、お、どういうことです、はい、どういうことです、あのミルワーカーの皆さんに、まあ、一言というかね、はい、はい、あの本当にこう、今いただいたのがね、その第2部で、はい、いわゆるピッチのピッチリポートもしていただいた候補の林ジョージさんなんですけど、ジョージさん、はい、ジョージさん、はい、まあ、ミルワカのリスナーの皆さんのコメント欄がすごく温かくて、なんか我々もこうほっこりさせられました、ありがとうございますと、ミルワカはだってそこ特徴だもんね、そうなんですよ、我々以上にこう皆さんのこのほんわかチャット欄がやっぱり特徴でもありますから、確かにそうか、うん、なんか俺も言われたことあるよ、これだけのこうね、まあ言ってもこう見てもらってる数で言うとさ、の中でこうね、なんかこう温かいのはいないよって言ってたね、確かに、いや、そうなんですよね、先生が温かいからじゃないの、いや、それもまあさんがいい笑いとか空気感作ってくれるからですよ、よせやい今こそ辛辣なコメント書くときですよ、皆さん、やめて、はい、やめてありがとうございます、そうなんですよね、あ、ありがたいですね、皆さんもありがとうございます、ありがとうございます、うん、そうですね、そうですね、チャットキュンです、これはね、うん、チャットキュンが来ました、これからもちょっとね、はい、そういうのであの評価されて一緒にやりましょうって言ってもらえることもあるんですね、だからコメント欄も含めて番組なんですね、そうですね、あ、嬉しいですね、ありがとうございます、はい、本当に皆さん、ありがとうございます、いつも、はい、うん、という形でございました、またね、はい、まあ、今回あの今と週末にあの蒲田周りさぬきさんとのね、はい、コラボ動画も上野山監督の動画も出させていただいておりますので、出させていただきました、はい、いかがでしょうかね、皆さん、ね、皆さんぜひ見てみてください、お願いします、また定期的にね出ていただけるっておっしゃってたんで、はい、そうなんで、シーズン始まってからもね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ってことでここからがまあ本編というか、うん、になっていきます、はい、うん、そこにあるのがなんか1個目なんか左側の画像になんかいっぱいなんかカードみたいなものが映ってると思うんですけれども、カード、はい、はい、うん、戦術には4つの局面があるってので、デュエルマスターズみたい、いや、そうなんですよ、ね、ごめんなさい、デュエルマスターズやったことないんだけどそういうことなんでしょ、そうです、はいはいはい、戦術って4つの局面があるよって言われてるので、はい、一応そういうものにはいってどんな種類があるのかってことはあの細かく見てみようかなと思いますと、それで考えると実は戦術には相性ってものも存在するんですね、相性、相性、はい、
実はこの話、10月か11月、忘れちゃったんですが、我々がやったらオンライントークライブ奥座敷の方でも、そんな先月相性表みたいなの作ってね、なるほど、日本代表の試合に関してちょっと解説させていただいた回があったので、ね、はい、それを今回は福島、広島編でちょっと後でやってみようと思うので、はあはあ、ワールドカップのやつもぜひね、あのアーカイブオンラインの方、あのメンバーの方見てもらいたいですけど、はい、ワールドカップの変遷と制してきた戦術の変異戦、うん、変遷ですね。それはもう三すくみじゃんけんみたいなのになってて発展してきてると。そして、はい、遅れること何年か前にはその、うん、優勝した世界最強リーグと言われるところでその戦術が生きている、始まっているとかね。そうなんです。そのデータ、あれは目の覚めるようなやつでしたね。ありがとうございます。面白かった。あとゲーム好きな方だったら、まあ、じゃんけんみたいな感じで考えていただいて、今コメント欄でも来てますけど、その他にもあのポケモン、なるほど、うん、とかでも考えて、よくね、あの水タイプとか岩タイプとかいろいろあるんですけど、はい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 、ちょうどね、あのそのポケモン使って、あのそういえば週末に私、うん、あの解説してみたんですよ、ツイッターで。そしたらすごく分かりやすいってたくさんコメントいただいたのもあったので、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。何でもできちゃいますね。ありがとうございます、はいはいはい、うん、でそれにこう結びつかせていくために、うん、あの立ち位置って話もしていきたいなと思って、はいはい、どういう時にどのチームはどんなアクションをしているのかってことを、それぞれちょっと実際の実例なんてことを織り交ぜながら、それ徳島福岡戦と清水鳥栖戦を用いながら、この時にこんなことが起こるし、でこれはもう正解のいい理由にもなるんだけど、こんな時にこういうことやるとどうしてもボールがつなげられてしまうから、プレスがかいくぐられてしまうんだとかってのを一個一個細かく見ていこうと思います。わかりました。俺もう一回だぞ見るから、これ見て。はい、ああああ、いや、まあ、ざっくりね、あのさすがに細かいこと1個ずつやってったら、うん、剥がされたし1個でもあるけどとかって言われたらもう何も返せなくなっちゃうんでざっくりですので、ね、お願いします。はい、よろしくです、はい、ということでございます。はい、じゃあまず1個目から見ていきましょう、はい、こちらでございます。ドン、はい、バキューン出ました、はいはい、これ多分今後使っていくんじゃないかってことで、まずちょっと本当ね、あの学術的な話になっちゃうんですけど、学術的な、はいはいはい、はい、サッカーってね、まあさ、皆さん4つの局面ってものが存在するらしい。これはもういつも先生がおっしゃるね、基本ですよね。いやー、まずさすがだな、はい、それはもうすんなりこう来れるようになってるのがやっぱり3年生ですね。朝食前と朝食後、スパイク履いた後、スパイク履いて、ごめんなさい、あんま面白くなった。晩飯どうなるんだろうな、これごめんなさいね。はい、ということでですね、ポジトラオフェンス、ネガトラディフェンスね、はい、そうなんです、うん、要はポジトラってのはいわゆるポジティブトランジションって言って、はい、守備から攻撃に変わるところだよってのがまず丸1、うん、はいはいはい、で丸2が緑のところ、オフェンスですね、うん、相手の敵陣にこう迫ってて決めシュート決めますよってのがまあオフェンスと、うん、はい、で守備のところで今度ピンク、ネガトラ、ネガティブトランジションって言って、はい、攻めてたんだけどボール奪われちゃって守備に回るときがネガトラと、はいはいはい、最後守ってるときがディフェンスですよ、はい、はい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 、でそれをちらっとあの分かりやすく目的を書いてみました、その下に、はい、ポジトラって要はビルドアップなんですね、うんうんうん、なるほどね、はい、奪ってすぐビルドアップに入ろうという瞬間、短い時間でしょ、このポジトラっていう時間は。そうですね、はい、そうそうそう、カウンターに移るとかもあるんですが、うん、まあ、大体ビルドアップだよ。確かにな、ここでちょっと躊躇すると詰められちゃったりするんだよな、ウィーレでもな、強い人に、うん、はいはい、そしてオフェンスってのが目的はこれフィニッシュすることなんですね、はい、シュートする、はいはい、まあセーブされるとか決めるとかいろいろあるかもしれないけど、はいはい、フィニッシュすることと、うん、でネガティブトランジションってのは相手からボールを奪うことなので、基本的にはプレスすることが理由目的となりますと。はいはいはい、で一番右ディフェンスっていうのは、ブロックすること、相手のね、うん、いわゆるシュートを止めることっていうのが一つの目的になりますよっていう形でございますと、はいはいはい、そうですね、まあ、それを細かく見ていくと下になんかいくつかバーっていろいろ書いてあるけど、うんうん、まあ、いろんなやり方とかってのは存在するわけですよ。あ、下に書いてあるのがその、 あの要素なのね、ポジトラの中にビルドアップ、ロングカウンター、リカバリー、ショートカウンター、あ、選択肢があるわけだ。そういうことでございます、はい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 、よくあの最近だったら我々ね、うん、あのEFC ヒューストンなんか、うん、ウィレのチームもね、うん、我々やってたりしますけれども、はい、そこでもこう迷わないで、迷うくらいだったら出してみたいなこととかも言ってるんですが、じゃあなんで人間が迷うのかって言われたら、右に行くのか左に行くのか、まっすぐ突破するのかだけじゃなくて、はい、こうやって例えばネガトラだっていうふうになったら、じゃあプレス相手にこう 前進してってボール奪いに関わるのか、それとも後ろに下がってディレイするのかとか、うん、ね、はいはいはい、というところでいろいろ迷っちゃうっていうのがあるんですね、うん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 、だそこをどんな局面でもこれだっていうふうに決めておけるチームはやっぱ強いよねっていう。そこは意思疎通であり事前の戦術の落とし込みということ
ことなんでしょうね。そういうことなんですよね。はーはーはー、なるほどね。うん、はい。あとでもこういうのもいろいろあるんだけど、チームによってはこうやってポジトラとかネガトラとかいろんな戦術を落とし込むよりも先に下ですね、うんうん、セットプレーを先に落とし込むよってチームもあるんですが、お先に、はいはい、そうですね、あのセットプレーの話はちょっと今回はちょっとしていくとちょっと長くなっちゃうので、はいはいはい、今回はちょっと割愛させていただきます。また別の局面としてこういうセットプレーの世界があるってことですね。そうですね、うん、一応今回流れの中でってので4つの局面がありますよって話でございます、はいはいはい、うんうん、なるほどね、はい、いう形で、はい、はい、理解しました。そんな感じでした。それでは、じゃあここから早速いろんな実例も見ていきたいなと思います。はい、実例、はい、はい、まずはこんな試合から持ってまいりました。徳島 vs 福岡の試合でございます。先日行われたやつですね、うん、はい、この試合でね、ちょっといろいろこう皆さんに知っていただきたい要素がたくさん多分にちょっとあったので、何でしょう、はいはい、伝えさせていただければなと思います、うんうん、ここで皆さん、コメント欄の皆さんとマーさんにもちょっとずつあのクイズの方を、クイズ、はい、出させていただければと、はい、得意得意得意ですよ、はい、あ、本当ですか、はい、いや、さすがだな、下付けの謎謎って言われてましたからね、私お母さんに、はい、さすが、お母さんに、はいはい、お母さんに言ってもらってました、はい、はい、これね、左側から右側に攻めるのが、徳島ヴォルティスとなっておりますと、はい、で右から左に攻めるのがアビスパ福岡となっておりますと、うん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 、実はこの試合、まず試合、まずあの戦術とか関係ないんですが、一個実は試合前に大変なことが起こっちゃったんです、まさみなさん。何でしょうか、はい、右下なんですけど、はい、元々はね、ここのジョーゴさんのポジションが、はあ、メンデスさん、はい、そうだったんですよ。試合前の練習で怪我しちゃって、はいはい、うわー、なるほど、うん、はあ、急遽ジョーゴさんがスタメンになるなんてことがありました。でさらに問題なのが、これあの福岡アウェーだったので、はい、人数多く帯同させてなかったから、はい、交代枠も一つ減っちゃった、交代の人数が減っちゃったんですよ。ベンチ6人になっちゃった。なるほど、これは痛いね。そうなんですよね、はいはい、でしかも一人変わったもんだから、ちょっと慌ててこうバタバタ準備しなきゃいけなくなっちゃったんですよ。そんなことがまずありました、はいはい、でそこでまずクイズ1問目、はい、ででん、これ今左側徳島のセンターバック阿部選手のもとにこのボールのマークちょっとつけているんですが、はい、徳島がビルドアップを今からしていきたいです、うん、その時に福岡の選手がこんな感じで右側このフォワード2人、ジョーゴ選手、山岸選手がセンターバックの2人にこうマーク、プレスをするようになりました。はいはいはい。さあ、徳島ビルドアップするのにここから何をしたら良いでしょうか、うん、何をしたら良いでしょうか。はい。これはあれでしょう、もちろんその、サイドに逃げるか、はい、キーパーに下げるか、はい、ありますよね。かななんて思うんですが。そうですね、はいはい、このサイドのジエゴ選手にボール出すとか、うん、はいはいはい、ゴールキーパーに戻すとかってのがあるけど、うん、もう一個選択肢があるんですね、はい、さて皆さん何でしょうか。なんだろう、もう一個これが出てくるとこれはでかいですね。一人剥がして前に出す。あ、なるほどね、あの阿部選手がこのマークついてきたのをドリブルでかわして前に行く、はい、いや怒られますよ、でもそんなチャレンジしたら怒られるね。お、今コメント欄チラチラいただいております。はい、青空さん、かわすなんてことも来ているけれども、そうですね、あ、この多いやつ、それだ、そうなんでございます。皆さん素晴らしい、コメント欄の皆さん、ダウン3ってことね、はい、そういうことでございます。いわゆる阿部選手がこうね、あのプレス来る前の段階で、ね、はいはいはい、1人この例えば小西選手とかがこう落ちてくるなんてことをすると、はい、福岡は2人フォワードが来たといっても、うん、徳島はこうやって、ディフェンダーが3人いる形になるので、はい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 、3対2っていう状態さえ作ってしまえば、なるほどね、1人にプレス来ましたよってなったら横の人に出して、うん、はい、これ相手が2トップの場合はこうしたらいいってことだね。そういうことでございます、はいはいはい、なるほどなるほど、分かりました。要はすごい簡単に言ってしまえば、はい、皆さんコメントもありがとうございます。ありがとう、すごいなみんなね、え、はい、ということで、すごいざっくりな話、ビルドアップで、このつなぐ、ちゃんとつないでいくためには、はい、数的優位を作る、うん、すごいいい教材をもらってますよはいはい、数的優位作る、はい、そうなんです、ありがとうございます。作るってことが大事になってきますと、はい、ね、はいはいはい、で実際ね、うん、あのちょっとまた戻しちゃうんですけど、はい、この試合実際にあったのは、うん、こうやって本当にあのボランチの片方小西選手が、うん、このセンターバックの間に落ちてきて、うん、
で、そこからビルドアップして前線にボールを展開していくってことをやっていたんですよ。はいはいはい。おそらく去年の徳島とかも見ている方だったらわかると思うんですが、去年からずっとやってる形なんですよ、徳島。徳島ずっとやってる。はいはいはい。そうなんですよ。なるほどね。この試合キャプテン岩尾さんがちょっと控えではあったんですが、去年岩尾さんがこのセンターバックの間に入ってきて、うんうん、で、岩尾が下がったと同時にウィングバックがギューンと前に前進すると。前進すると。はい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 。で、そこにボール供給して、あとはサイドの選手から前線に、はい、真ん中の選手にクロスが入って、ボールが決まる。なるほど。はいはいはい。そんなことが多かったりしましたと、うんうん、いうことがありました。はい。でも、これすごく大変だったのが、福岡の皆さん的には、うん、この状態を最初45分も続けたところもちょっと疲れてきてしまったってのがあったんですね、はい、うんうんうん、どうしようもなくなっちゃったんですよ、はい、いわゆる2人行くものの3人ディフェンス行ってそこでビルドアップするからかわされちゃって、うん、つなげられて、いわゆる敵陣に侵入されて、ああやばいっていうのがずっと続いちゃったんですね、うん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 、このままじゃ福岡負けちゃいます。まあ当然徳島が2点先取したんですよね、この試合はね。そうなんです、はいはい、そう、あ、うん、徳島が1点先取しました。1点先取しましたね、うん、はい。で1点取って、まあ、1-0 の状態ではあったんですが、うん、でそのまま後半に入ったんですよ、はい。で後半に入ったところメンバーが1人変わって、うん、ジョーゴさんが下がって、はい、その代わりに重弘さんがこちらトップ下の位置に入ってきました。なるほど。もともと福岡は 4-4-2 のフォーメーションだったのが、うん、4-2-3-1 にこれで変わったんですよ。なるほど、はいはいはい。でも今度そうすると相手ワントップになったわけだから、うん、徳島としてはあえて小西さんを後ろに落とすことはしなくてよくなったんですよね。はいはいはい。だけどボールとしては絶対小西さんとか藤田さんを基本的にはこれ経由するってのがあるんです。徳島の基本的なこのボールのパスの流れがあった、うんうんうん、はいはい。でそれを見破った福岡の長谷部監督は、うん、この重弘さんを小西さんのマンマークに当てたんですね。はいはいはい。マンマークで、マンマーク、はい、うん、で基本やってきたのが例えば右側に小西さんのこのね、いわゆる左側につくというか右側につくとかいろんなマークの仕方があったんですけど、うん、そうすることによって片一方のサイドにしかボールを出させないなんてことをやることに成功してくるんですよ。はい。後ろまでこの山岸さんがこうまあ前にねこう前進してこのセンターバック2人にまあプレスは仕掛ける、うん、でも結局パスは最終的に小西さんのとこに来るからどうせ作ると分かっていた重弘さんがこれもうマークでこれピン止めする、うん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 、なるほど。ですると小西さんも急に毎回来るもんだからちょっと焦っちゃうところがあって、うん、左側とか右側とか毎回どっちかにしか行かないっていうのがあるんですけど、うん、そのパスコース絶対サイドに流れてくるっていうのがあったのでこの金森さんとか石津さんがこのサイドの選手に仕掛け続けるってことを連続してやり続けた結果、福岡はそこからボールをねサイドで奪うことができて得点のシーンに結びつくなんてことがあったりした。なるほどね、うん。はあ、これはあの小西さんに集めなければよかったっていう当然意見が出てくると思うんですけど、間違いないですね、はい、千葉選手とかに散らせなかったもんなんですか。あ、さすがマーさんですね、さすが3年生。これね、藤田選手、いやいや、はい、前行くんですよ。前に行く、はい。これ何やり方があって、うん、徳島はもう毎回これやり方決め打ちしすぎるとこんなことが起こるって話なんですが、うんうんうん、まあ、例えば小西さんこう後ろにいますとかこの後ろの方に小西さんがいるって形になっちゃうと、うん、徳島はもうやっぱり先ほど言った通りサイドの選手を絶対前に上げるっていうのがあるので、はい、前線にポーンとボール放ってからそのセカンドボールの回収っていうのが徳島は絶対やることなんですよ、うん、でセカンドボールの回収のために藤田さんも前に出すんだけど、うん、そこでその前のところで福岡としてはボール奪っちゃえばそれでいいって話になっちゃい、うんうんうん、徳島は先日1個しか持ってなかったもんだからそこを福岡に狙われてボール奪われてしまったって、ね、なるほどね。その先日を遂行するためには1回、うん、小西さんに入れなきゃいけないというところをちゃんと前半で見抜いた福岡の戦術が押し込むことに転じたってことだね。そうなんですよ、はあはあはあ、これ実際あのじゃあ今それこそマーさんも今コメント欄の皆さんもだったらやっぱりそのもう一個いろんなことやっときゃよかったじゃんと思うかもしれないけど、うん、でもやっぱその一つの作戦を成功させ続けるっていうのがやっぱり大事なことみたいで、はい、で確かに他の作戦持っておけばよかったってのは実は藤田さんが試合後に語っていたりするんですね、うん、そうですか、うん、はい。しかもなんかこれまたちょっとこの週末らしい話なんですが、うん、
今週末雨と風がちょっと大変な日だったじゃないですか。うん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 。でこの徳島も晴れてはいたんですが風がビュービュー吹いていて、そうだね、ボールがねどうしても押し返されちゃうことが多かったんですよ、はいはいはい、徳島のボールが、それも福岡に結構さらわれてしまうってのがあったんですが、45分間後半続けてしまったってのがあったので、うん、はい、そういう風になった時やっぱピッチ内のみんなでこう風を感じるとかってことはまあできないわけじゃない、戦術とはちょっと関係ないから、はいはい、それは試合内で今後は反省というかね修正していかなきゃいけない点だなんてことを述べていたなんていうのもありました、ね、はあ、はあはあ、はい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 、まあ、そんな試合がねこの徳島福岡では行われて、それ駆け引きがあったのにちょっと見てみようこれ、はい、よろしくお願いします。まあ、だから形勢が逆転していくってことだもんね。そうですね、なんで福岡がやったことっていうのは、うん、できる限りそのいろんな場所のところで数的優位プレスをかけて数的優位作るとか、はいはいはい、あとは、相手のねその選択肢を減らす、うん、もうプレスをかけ続けることによって次何しようっていうそんなねアイディアをもうさせない、うん、元々の作戦だけをやらせればどっかで自分たちは取れるんじゃないかってことをやってきたなんてことがありましたよ。そこをしっかり見なきゃいけないんだね、闇雲に行ってなんか取れねえなと思ってんじゃなくて、うん、どこに逃げられてんのかとかどこで数的振り作られて相手にね、うん、かわされてんのかを理解しながらやんないとってことなんだね。プロはすごい ね、プロすごいもんですね、うん、だこれ海外とかだったらもっとだからあれでしょ、いっぱいなんかその判断基準とかもポンポンポンいろいろ起こったりするみたいな、バリエーションがね、なるほどね、そんな試合が一つ目ありましたという話でございました、はい、ありがとうございます、よくわかりました。はい、続いてでーす、うん、こういうのはでもそういうの見ながら見た方が試合も面白くなるってことでしょ。そうなんですよ、なかなか見えてこないんだよな、動くし止まっててくれりゃ止まっててくれりゃいいんだけどさ、そうなんですよ、なので、今ちょっと最初のちょっと表というかあれだ、はい、福岡と徳島のこう表に戻したりすると、例えばじゃあ誰がプレスしに行ってるんだろうなとか、あそこポイント、ね、何にそうプレスしに行ってるんだろうなって、はいはいはい、そこがちょっと肝だった。じゃあまずポジトラになった時にネガトラのところがどうプレスに行くかをまず見るということが、うん、数的優位を見極める一歩かもしれないですね。そうなんです、はいはいはい、もしだから例えばセンターバック2人対フォワード2人って状況だったら、うん、ちょっとボランチ1人落ちてなんてこと言うね、うん、やっぱりそういうところを見れるようになると面白いんじゃないのかなって思っていたりします。わかりました、勉強します。はい、という1試合目でございました。絶対見えるようになるんでしょこれは見てたら。そうです ね、はい、ビルドアッププレスってところはそこ見ていただけるといいと思います。頑張ります。はい、続いて2試合目見ていこうと思います、うん、はい、今日はねちょっと、あ、そうですね、ゆうさん徳島監督いないんだものって来てますけど、そうなんですよ、そうなんだよね、なんか言ってたね、でもね、オンラインミーティングでやってるっつってね、だからで試合の時はそのポヤトス監督は指揮できないので、ポヤトスね、だからどうしてもそこでもともと持ってるものからしかできないから、うん、ほとんど去年の遺産のところで今やっちゃった状態なのでそうね、うん、徳島として今ちょっと辛い状況だ、はい、なんか分かんないけど先生めくったじゃんこれ新しい図に、はいはい、春だなって思ってます今私、春だな、なんか桜桜っぽくない卒入学期間ない確かな、オレンジとピンクだもん、そうだな、ぽやーっとしちゃった私今はい、いいね、はい、続いてでございます、はい、いや、ほんとそうですよね、はい、続いて2試合目、清水 vs 鳥栖の試合でございます。はい、うん、この試合、これ昨日でしたっけ、一昨日でしたっけ、一昨日じゃないかな、かな、行われた試合になりますよと、で、昨日か、昨日だね、昨日だ昨日です、もうわかんないわ、はい、この試合結局 0-0 という試合で、はい、ちょっとね特殊な試合だったんですよ、特殊、はいはいはい、うん、清水結局シュート1本とかなんですよ、枠内だったのかな、1本、はぁはぁはぁ、それぐらいの試合だったんですが、うん、これすごいのが今回ちょっとお話させていただくのが、はい、先ほどの実は徳島福岡も結構面白いそのビルドアップとプレスのバトルだったんですけど、うん、それの今度は応用編みたいな試合になっちゃいます、はいはいはい、だからもしこの清水鳥栖戦は 0-0 っていう試合だったし、うん、あんまりこうシュートもバチバチ起こってたものではないので、うんうんうん、だったら見なくてもいいかなって人はいると思うんだけど、うん、この試合を楽しめるようになったらやっぱ2だ、いやそうだよね、 0-0 のあの試合渋かったぜって90分見ようぜっていう人になりたいです、自分も先生、そうなんですよ、はい、ってことでまずこれ清水と鳥栖のまずはこのフォーメーションからお伝えしていきたいと思います、はい、
これちょっと先ほど実はこのね、ライブ始まる前にマーさんとも喋ってたんですが、うん、清水この試合前に大変なことが一個起こっちゃいました。はい、セレッソから共にやってきた、ロティーナ監督と共にやってきた片山選手、はい、おけが、そうなんですね、うん、しかも全治1ヶ月ということで、はい、戻ってくるのは4月の10日前後かなというところ、はい、大事になさってください。大事にでございます。ということで、いつもやっている4バックを採用できなくなっちゃいました。なるほど。ただその代わり、はい、ロティーナさんは仕込んできたんです。それが、はい、辰田優吾選手でございましたと。はいはいはい、はい、うん、じっとおそらくね、清水、うん、このトス戦やるときにはもうこの3バックで行こうってことは多分決めてたんじゃないのかなと思う、うん、ああそうですか。あのあれでしょうね、試合前のフォーメーション、うん、ダズオンさんの予想フォーメーションと4バックで右立ってたってなってましたもんね。そうなんです。まあそういうふうな予想もされちゃうのも無理ないですよね。そうなんです。はいはいはい。でじゃあなんでそうしてきたかというと、うんうん、これ面白いなと思ったのが、はい、最近のトスさんがやってることってのが、うん、センターバックの2人に対して、まあ、もともと例えば清水が4バックならば、うん、そのマーさんがお伝えしていただいた通り、はい、うん、辰田、バウド、鈴木、原の4人になるんですよ。うん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 、そこにトスはセンターバック2人にセンターフォワード2人がプレスを仕掛けていくっていうのが仕組みとしてあって、うんうんうん、はい、そのボールの出口、特にね、うん、右サイド側のところに、うん、本来ならばボランチとかにいてもおかしくない先頭差がギューンと寄ってきて、うん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 、仕掛けていくっていう、ね、ことがあったんです。はいはい。ただだけどその先頭がプレスに来るってことを分かっていて、うん、清水はもうボールの出口を増やすためにまずは3バックにして、はい、辰田さんを先頭さんにこうバチンとこう当てる役目にするために3バックを採用。うん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 、でさらにその3人対ここ3対3っていう構造が生まれちゃうので、はい、右ウイングバックと左ウイングバックっていうサイドの2人を持ってきて、ディフェンスラインを5対3っていう超数的優位を清水は作り出すっていうことに成功しましたと。まあじゃあ後ろからもっとね人来ればいいじゃんって思うかもしれないけど、うんうん、そんだけプレス来たらね、もしそれ1個プレスかいくぐられちゃったらとす後ろにガラガラになっちゃうので、はい、人たくさん行けないから、うん、っていうことで3人までしか行かないっていう構造を作って、うん、あそっか3対3にしちゃうとこのウイングバックまで戻ってきちゃうから、なるほどこのプレスははまらないだろうってことでトスは下がるようになるんです。はい、あ、それが何分までかに駆け引きとしてあったわけですか。そうなんです。へー、これだから、はいはいはい、これ僕ね、あの先ほどのポンと、うん、目次のところでちょっと話した、あごめんなさい、一番最初のこの表紙とかにも書いたんですが、うん、はいはい、実は清水とこのトスっていう試合がちょっとね、はい、将棋っぽい試合だった。あ、将棋っぽい試合だったのこれ。要は、うん、今言った通りで、じゃあ林選手がこの鈴木選手にプレスに行きます。はい、行きます。山下選手がバウド選手にプレスに行きます。行きます。はいはい。なった後、先頭がプレスまで行ったら、うん、清水はどうしてくるのかなってこと、先頭が動き出す瞬間に清水と鳥栖の選手がこうガッといろいろ動き合う時間帯がすごく多いんですよ。先頭次第ってことですでしたか。そうなんですよ。はあはあはあ、先頭が動けば、ウイングバック2人までガッと後ろ落ちてきて、はあ、ビルドアップの場所を作るから、はあ、だ先頭前に行かしたら、ああダメだこれはダメだってことでまた戻るんですよ。へー、先頭戻るとウイングバックも、うん、ああよかったってのでまた立ち位置に戻ってくるわけです。はあはあはあ、でもするとプレスかけに行くこのセンターフォワード2人は、うんうん、プレスもかけに行く意味がなくなるからしょうがないなってので立ち位置戻るんですよね。あ、うん、なるほど。そんなのがずっと行われるわけですよ。先頭が動けばオケ屋が儲かるみたいな感じになってるってことはある種でもトスがコントロールできてるってことなんですか。そうなんです。実は、はいはい、これロティーナ監督どうやら、はい、トスに勝てるかどうかまだわからないっていうところで仕込んできた模様、ええ、あ、もうちょっと弱者としての戦い方ってことですか。そう、はいはいはい、今のトスのそのいわゆる流麗な流れを、はい、その止めることはできるかどうかがまだわからないっていうので、はい、あの自分たちがこうしっかりブロックして戦うような相手でもないし、だけどどう立ち向かっていいかってことをひたすらいろいろやってみようってので、はい、いろんなところにスイッチを作ってきたってのがあったみたいですと。はあはあはあ、他にもこれ実はさ、あって、
これ今度トスが後ろにこうボール下げた時というかなんですが、うん、はい、松岡選手がこの本当はボランチラインにいる松岡選手が一番後ろ目ギューンって下がったパターン、はい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 、その時に本当はフォワードであるはずのカルリーニョス選手が松岡選手を徹底マークする、うん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 、で松岡選手のボールの出口をできるだけなくすってこともやってたりするんですが、はいはいはい、結局この時も先頭選手が降りてきたりだとかして、うんうん、でそこにこう中山選手とか河合選手がそこについてったりだとかすると結局3対3とか3対4ってのがボール後ろのディフェンスラインでトスの側で生まれちゃうので、うん、ここでどうしたもんかな、結局誰がマークに行ったとしてもディフェンスライン誰か入ってくるしトスの方はこっちも数的優位が生まれちゃうなってので、うん、清水としてはプレスここも行くか行かないかっていう判断を今度はやっぱ先頭が戻るのか入ってくるのか来ないのかっていうところでお互いの駆け引きが生まれたりとかしてたんですね、うん、なるほど、そんなことがありましたと、うん、でこれを90分間行うんですよ両チームとも、はい、先頭が出るのか出ないのか、じゃあ松岡が降りるのか、うん、それともあのそのまま立ち位置戻っててパク・イルギュがビルドアップに参加するのかどうかってことをずっとお互い、うん、じゃあその時には誰が行って、うん、じゃあその時には俺が刀を抜いて、いやこれは俺は抜かないぞってのずっと、うん、なるほどね、この抜き合いが行われてたのが90分間ありましたっていう試合なんです、ね、すごいな先生、これあれだね、名前と駒が一緒で動いた方が俺バカだから分かんなくなっちゃう、ね、そうですね、分かんなくなりますね、なるほどね、はい、バカバージョンアップしてもらっていいですか、ありがとうございます、はい、なるほどね、そうなんです、はいはいはい、そんなことが、まあ、あったよって試合だったので、なんかすごいね、将棋だね、そうなんですよ、うんうん、あのだからゴールキーパーの権田選手がめちゃくちゃ確かに止めてたっていうのもあったんですけど、それも実は一人一人のところにこうプレス行ってプレス行ってプレス行ってっていうことをずっと清水の選手は行っていて、その中でどうにかそれでももぎ取ったトスがシュートを打って、それをさらには権田選手が止めていったっていうのがあったから、ということはディフェンスの絞りの方々もちょっとかなり褒めてもらいたいなと、ね、ハッチさん、確かに先頭選手を気にしている清水の選手多かったな、銀と桂まで睨み合ってているって感じで面白かった、だってそうなんですよ、何素敵なコメント、何それ仙藤選手はラブさんがさん、仙藤選手は結構後ろの方でプレイしていたけど気配を消して知らない間に前の方にいた感じ、へえ、それが多かったんですよね、この試合右サイドは飯野選手と原選手でほぼマッチアップしてたので、こっちのサイドよりかは本当ね、トスの左側、清水の右側がかなり多かったかなと思うんですが、本来ならばアタッカーの高校2年生この鈴木唯人選手なんかも、はい、やっぱりここにねラインがあるぞって分かってたこの鳥栖の小山選手と中野選手の間をずっと気にしていたりだとか、うん、他の選手たちはこの松岡からどうせボールが出るだろう、うん、テントを何かしらの形で経由するだろう、うん、小山中野の連携性は 100% あるだろうなんて、うん、そこをひたすらケアし合ってるってところが睨み合いの構図になっていたのかな、そうやって先生は見えてるわけでしょ、そうですね、まあまあ参ったねっていうのをキーマン一人って多分ね見つけることができたらとか、あと解説の方が毎回なんか誰か言ってくれると思うんですよ、今日のキーマンはこの選手ですね、なるほど、はいはい、その選手なんか見てくれるとちょっと面白いかもしれませんという、なるほどね、話でございました、これちょっとこういうの見れるようになりたいねっていう、まずこの試合で先頭選手中心に先生が今言ったようなことを見て、はい、見ます、今週は私、はい、ちょっと見えるようになるかね、そうですね、 あとはっていうコンテンツをね、マーさん、はい、はい、これですね、あ、奥座敷に、あ、そうなの奥座敷にて、あ、あのこういう系のコンテンツをねあの定期的にやってますのでとやっていきますので、僕このあの前このメッセージが出るの知らなかったですからね、すごい蝶々発信になっちゃったね今ねベタな、でも高いんでしょみたいになっちゃったいやこれは楽しみだ、なるほどね、そうですね、これ相性的な話、はいはいはい、その11月にしたのもそうでしたし、はい、まあ、確かにあとは、みんなあれだもんね、僕みたいにバカじゃなくてもっと詳しい人が多いから、ちょっとね、うん、あのもっともっと奥まで行ってっていう方は奥座敷で先生ね、もうあの置いてっちゃうぐらいのスピードでやってくれますから、はい、それがってのを、はい、まさに今週金曜日に、はい、行いますので、19日にね奥座敷やりますんで、はい、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします、1ヶ月だけ登録してねやめちゃっても構いませんので、ぜひ、はい、チケット代わりにね、はい、一回覗いてみてちょんまげよろしくお願いします、でもう一回今度鹿島と広島の話もしたいんですが、うん、ちょっともう一個マーさん皆さんにちょっと告知がしたくて、私はいはい
ちょっと違う話挟ませていただければ。どうしたの？はいはい。いい、全然違うトーンで喋って何どういうことよ違うトーンで喋るの何どういうこと違うトーンってのもあれなんですけど 歌うのかい、はい、歌っていいですか歌ってほしいな、はい、ですね、ちょっとね、あの、今年ほら全試合レビュー正直やんないじゃないですか。毎試合はね、はい、そう、毎試合やらないんだけど、はい、最近ね、まあさ、皆さん、ちょっと嬉しいことがあったんですよ、私。はい、何でしょうか。とあるね、あるロシアのデータ会社さんと、ロシアの、ほう、はい、いろいろ一緒にないっていろいろやってこうぜってお話し合いをすることができまして、ロシアの、はい、ロシアのね、インスタッツさんっていうデータ会社さんなんですが、あ、聞いたことありますよ、先生の口から。有名な、ね、そうそう、見るわかの、はい、そう、動画の中でもちらちらお話しさせていただいたことはあるんですが、あの、実はインスタッツの担当の方が見るわか聞いてくれてて、すごくない？ウラジミール・サルニコフさんですか？よく一発で出てきますね、そういう名前が。いや、ロシアだって言うから。え、ロシアの方？ね、一応ね、はい、日本、日本でそのいわゆる。サゴフ・ホプチンスカヤさん？どっち日本の支部の方。日本の支部の方ですね。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。ちょっといろいろやらせていただける機会もらえまして、はい、あの、なんと我々にあのいろいろデータ交付していただけると。あ、そのインスタッツさんの。そうなんです。秘蔵データを。そう。すげえ。何百とあるんですよ。一試合だけでも。はい。一試合だけで何百のデータ項目があるんですけど。で、なんでミルワカを見てるからぜひちょっと使ってみないかと。そう。やったー、だ、なんとマーさん、はい、マーさんにもアカウントが交付されます。豚に真珠ありがとうございます、インスタッツ。え、どういうことですか？私もそのインスタッツさんにアクセスできるってことなんですか？そういうことでございます。これは申し訳ない、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、てのでね、はい、それがあってなんか我々ちょっとレベルアップできそうなんですよ、データの。あー、なるほど。そう、あの、もともと僕でもその取れなかった部分が、はいはいはい、はーってぐらいに信じられない項目数あるから。だって大きな会社でバンバン取ってるデータでしょ。そうなんです。すごいですね。はい、これ本当皆さんのおかげでもあります。ありがとうございます、本当に。はいはい。っていうことで、うんうん、例えば去年、まあいわゆる今年、まあこの間までだったら、はい、これ通信簿やってたじゃないですか。通信簿、はいはいはい。このデータはもちろん僕持ってたし、はい、これだって先生が集計したやつだもんね、これは。そうなんです、はいはい。でもね、うん、データせっかくこんなにいっぱい入ってきて、うん、で今年はそのいわゆる全試合レビューで節別単位でこうやっていくものとかってこう減るからこそ、うん、なんか1ヶ月に1回ずつぐらいなんか各チームこうなんか触れていくような、なんかデータでまとめるような動画、すごい、あ、なるほどね。そうそう、作れたら面白いんじゃないかなと思って。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ありがとうございます。インスタッツさんのね、データがバチコーンって見れるわけでしょ。そう、はい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 。なんかこうやっぱ1年間で見てってのこの通信簿、もちろん続けるしレーダーチャートもやるんだけど、今マイクにつま先ぶつけました、先生。そう、指先かね、ズタッて。どうして当たっちゃったかもしれない、はい、当たった感触ないですよ、すいません。どうでもいいこと、すいません、はい。そういうのも入れていかないと、はい。で、だから授業も先生茶化すやついないとね、1人か2人、はい。毎年1回これレーダーチャートやるのもいいんだけど、はい、せっかく前回ね、あのこういうあの縦横のデータやった時に、このなんか縦横のグラフのそのなんか編成みたいなのが5試合ずつぐらいで見たいってのをかなりコメント欄の皆さんからいただいたので。あ、確かにね、それはあるよね、はいはい。そうなんですよ。で、うん、確かになんか年間って言ってもほら夏でこう結構なんか選手変わっちゃうチームって多いじゃないですか、移籍とかあったりとか。そうね、確かにね。だからなんかよく考えたら去年もなんか第1節だけ先にやって、うん、第2節3ヶ月後にやったから、もう全然チーム変わっちゃってるので、うん、なんか、まあ、去年はね、はい、そうそう、そういうのもあるから。なるほどね。じゃあこまめに集計してデータがパパって出てる体制になってくるから、うん、そうなんです。より物語をね、瞬時に先週の物語が来週には聞けるような。そうね、そしてデータのエビデンスもそこに揃ってるから、うん、また先生がこう紡ぎ出せるこう源流の素材が、冷蔵庫が増えていくわけですね。そうなんです。これは楽しなるよ。で、これをね、ちょっと皆さんにせっかくだから公開してみようと思って、1個ページ、はい、ちょっと作っちゃってるんですよ。公開ってどういうことですか？こちらでございます。はいはいはい。こんな感じ。お、うん、ほう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 。
これはい、まあ、たまたまサンプルでトスで今作ってるからではあるんですけど、はいはいはい、トスさんのとあるデータをちょっとこれグラフにしてみてるって感じなんですね。これトスさん今4試合終わってるので、はい、開幕節の湘南から湘南浦和仙台清水戦のところまでの、うん、どれだけ相手のアタッキングサードに入れたか、うん、ペナルティーエリアの中に入れたか、もしくは侵入されてしまったかってことを全部これデータにまとめてみてたりするんですけど、これを各チームなんか8項目9項目ずつぐらいのこれをなんかシートにまとめてみんなにこうポーンとなんかお見せするってことはなんか結構定期的にできそうなんですよ。そうするとなんかそれぞれのチームの今のなんかデータ的にこう見た今ってのが結構分かってくるんじゃないのかなと思っていて、なんかそれをねお伝えできたらなと思っております。いいじゃないですか、いいじゃないですか、ありがとうございます。こういうだからこれは3月の4試合に絞ったデータってことですよね。そうですね、はいはいはい、バカなんで全く何書いてあるか今わかんないですけど、これ下のグラフ見てもらったら、はいはい、ピンクのところがトスがね相手のアタッキングサードに侵入した回数ってものをグラフにしていて、はいはいはい、でちょっと下の方にある水色がペナルティーエリアの中に侵入できた回数。あ、清水線はめっちゃ入れたよってことよね。そうです、で、グレーになってるところが相手にねアタッキングサードに侵入されてしまった回数で、はい、下のホワイトのねグレーの方はペナルティーエリアの中に侵入されてしまった回数って感じになってるんですが、あ、これは面白いわ。変遷が見えるもん、今月の。そうなんですよ。だから、あ、そういうことね。こう見てみると、はいはい、この上のこのピンクとグレーのグラフだけでも分かって、湘南戦以外を落とす、そもそも相手にアタッキングサードにもそもそもかなり侵入させてもいないんですよね。されてないね。うん、はい。それだけ自分たちでボール持ててたりだとか、うんうん、攻め続けることができてたりだとか、ね、守備のブロックとかプレスが成功しているってことが分かるんですよね。この青とピンクがそれぞれの近い線を上回ってる方が成績がいいってことだよね、どう見たってことね。そういうことだ。ああ、なるほどね。うん、はあ、はあはあ、はいはいはい。っていうことが分かって、うん、これをいろんな項目ずつ、必ずしも全部お見せするわけじゃないかもだけど、得点とか、そのシュートに関するからちょっと先生、これ、柏線でゼロになってない方がいいんじゃない？あ、でもそれはしょうがないですね。試合がないからまだ。だから下がってる感出さないでそこで線切っと切っといた方がいいじゃない？あ、そうですね、確かにね。印象として、はい。確かにね。まあでもこれは実際にお見せするときには、うん、6試合全部かす、全て終わった状態になってると思う。こういうのを見せてくれるってことですね、これから。そういうことで。あ、いいや、いや、複雑なのが出てくると思ったら見やすくね。あ、ありがたい、これは。で、これをだから今までだったら、こう、なんか結構簡単なものだけで皆さんにお見せしてたんですけど、はいはいはい、ちょっと細かい項目までお見せできる形にもなっていくかもしれない。ちょっと簡単に教えてください。まあでも分かる感じにしてくださいよ。そうですね、これだったらもうめちゃくちゃ簡単だと思うんで。遠くに行かないでください。難しいの嫌ですよそんな。これは簡単だっていうところで、ね、勉強してるわけじゃないんですからこっちはね週末にお酒飲みながらサッカー見て、あ、楽しいなっていうのの、あれ、つまみになってほしいだけですからこっちは。いや、そうですね、それでそれぞれのチームが頭使うの嫌ですからね。大丈夫、これはもう、これぐらいな感じで頭使わないでいきますから。エンターテインメントチャンネルですからね先生、そこ忘れないでくださいよアカデミーって手を取ってるだけで、大丈夫だから、これ難しくないから大丈夫だから、ね、先生と生徒って手を取ってるだけでね僕らは年上なんですからね、よう考えたらこれ大丈夫だから、ね、漫才スタイルは崩さないでくださいよ先生これ、はい、そっち行き過ぎないでくださいよこれ、ね、これだから皆さんに、ね、お見せして、今のそれぞれのチームが、皆さんに安心してもらうために言ったんですよこれっていう感じで、はい、それぞれのチームが今どんな点がいいのかってところがかなり浮き彫りになってくると思うから、皆さんちょっとお楽しみにしてて、いただけると嬉しいなと思っております。はい、楽しみですね。ねえ、うんうん、まあ本当ね、まさにこれトスさんで出してますけど、うん、まあこれだけやっぱりね相手に差をつけられてるってのは結構やっぱね、それだけうまくいってる証拠だと思うので、はい、またお楽しみにしておいてください。楽しくなりそうですな。ありがとうございます、はい、うん、では最後今日のラストで、はい、鹿島広島戦をちょっといろいろと話していこうかなと思っております。はい、トンドン出た。はい、じゃあここからはね、見る若のちょっといつもの動画的なテイストでやっていこうかな。はい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 、現実的点勝ち点政策。ああ、はい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 、まあ、ぶっちゃけ今鹿島と広島の試合って言ったんですけど、はい、今からやっていく話はほぼ広島目線ですと。なるほど。はい、はあはあ、であとこれはなんで今日やるかっていうと、はい、
広島を視点にしながら話すんですが、うん、各カテゴリーのいわゆる強いチームの皆さん、うん、気をつけくださいという話をちょっとしたいですね。気をつけてください。はいはいはい、うん、あの実はこの試合が終わった後、うん、鹿島のザーゴ監督がちょっと興味深いコメントをしてたんですよ。うんうんうん、我々は片方のチームは我々はっていうんですね、うん、サッカーをしていた、もう一方はサッカーをしていなかったなんてコメント残したんですよ。はあ、ザーゴさんが。そうなんです。はい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 。え、どういうことだろう。これ結果はどうなったんでしたっけ。結果は1対1のドローでした。はい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 。要はこれ味方とすれば、うん、鹿島は勝ち点2を落とした状態で、はい、広島は勝ち点1を得たっていう試合になった。なるほど、そうだったね。はいはいはい、うん、で攻めた回数も、あ、シュートか、鹿島23、4本のシュートで広島6本とかだったんですよね、うん、はい、めちゃくちゃこれだけ差があるわけだから、うん、そりゃ鹿島がね2点3点取っててもおかしくないんだけど、広島から1点しか奪えなかった。なるほど、うん、でそこであと広島がね、どうしてもこう後ろにこう自陣にこうめちゃくちゃ引いて守ってたのを多分揶揄してとか、うんうんうん、その意味も込めて、うんうん、サッカーしたかしてなかったかっていう話したと思う。そういう意味なんですね。はいはい、うん、でも実はやっぱ鹿島とか川崎とかはこうやっぱり強者チームじゃないですか。はい、で広島ももちろん強いんだけど、今年はどうやらやっぱり優勝を目指していくってよりも残留16枠を絶対に何が何でも確保するぞっていうサッカーをしていくみたいなんですね、はい、うんうん、で今年はそういうチームが J1 にも J2 にもかなりの量現れそうだと、うん、っていうところで、こんな試合がおそらくは J1 でも J2 でもめちゃくちゃ今年は多くなりそうってのがあったから、そのサンプリングと思って持ってまいりました。どん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 、はい、ということでございます。はい、ということでまずはスタメンとかいろいろ見ていきましょう。こちらでございますと、はい、左から右に攻めるのが鹿島、右から左に攻めるのが広島ということで表を持ってまいりました。はい、まあ、選手の名前はもうそこに載ってるのでまあざっくりいきますけど、うん、キーパー沖さん、センターバックは犬飼さん、町田さんとか、まあ、基本いつものメンバーでやってきましたよと、うん、ただちょっと違かったのが左のサイドバックには杉岡さんが、杉岡大輝選手が入っておりましたというのが鹿島アントラーズでした、うん、はい、対する広島の方はメンツは基本いつもと変わらなくて、佐々木翔選手がちょっと控えには入っていましたけれども、はい、まあ、大体いつものメンツで、ただその代わりジュニオールサントスさんだけお怪我だったので、その代わりに浅野雄也選手がトップ下に入りました、はい、そんな試合でした、うんうんうん、でこの試合見られた方もいらっしゃると思うんですが、うん、ちょっと特殊な試合になっちゃったんですよ、はい、それがですね次の表をちょっと見ていただきたいんですね、はい、こちらでございますと、こちらでございます、うん、今左から右に攻めるのが鹿島で、はい、右から左に攻めるっていうよりかは右側にずっといるのが広島。おお、なるほどね。そんな表にこれなっておりますと、うん、これ何かっていうと、あの広島がですね右上にちょっとこれ戦術カードみたいなのを持ってきたんですが、うんうんうん、あの4-4ブロックっていう後ろでもう守備をずっともう崩さないよっていうブロックをずっと組み続けるんです。はいはいはい、まあ、これは一つの戦術ですもんね。そうなんですよ、うん、でもこれって一つ課題があって、うん、あの相対する鹿島から攻める側の鹿島からちょっと問題があって、はい、こういうブロック広島側のこういうね、ずっとみんなで守りますよってブロックがある時って、うん、崩すことができる形っていくつかのパターンしかないんですよ。はいはいはい。一つがドリブラーの存在、うん、なるほど、剥がすみたいなね。そうなんですよ、うん、例えばそうだな、久保建英選手とか、うん、あとは乾貴士選手とか、はいはいはい、そういう選手がいたらこうスルスルスルーンとこうディフェンスの間をすり抜けてって、うん、相手のゴール前に行ける三笘選手とかね、はい、が当たったらいいんですけど、うん、実は鹿島アントラーズの今日のスタメンの中には、うん、そういう選手実はいなかったんですよ。はい、ドリブルで崩していける。なるほどね、うんうんうん、だ多分おそらくそれも想定した状態で広島は後ろで守備を組んできた。作詞上腹ですね、はい、作詞上腹ですね、うんうん、でもただそれでも崩さなきゃいけないじゃないですか、うん、そうね、ずっと守ってんだから、うん、だからやらなきゃいけなかったってので頑張るのが両サイドバックの2人でした、うん、小泉選手と杉岡選手の2人ですね。はい、彼らがドリブルで相手のディフェンスラインの間にこう入り込んでいこうという動きを多くやってくることになりました。なんだけどやっぱり小泉選手も杉岡選手もドリブラーではないので、はい、そうですね、剥がせないんですよ、はい、
で、それでちょっと最初詰まってしまったってのがあったんですね、うん、鹿島。うんうんうん、まあ、結果的に後でまた話しますけど、中盤の選手たちのコンビネーションが、あとはハマってね、それがあって1点を崩すってことができたんですが、最初はドリブルで仕掛けていくってことを次々やってきましたと、うんうんうん、なんでこの局面、これは、鹿島はドリブルでバーって仕掛けていくよ、もしくは奥まで踏み込んでて、そこからマイナスの折り返しでクロス上げようかななんてことをずっとやっていたのですが、それがこのブロックの形を崩すことができなかったので、今広島のディフェンスにちょっと軍配が上がったよっていう状態になっちゃいました、うんうんうん。でその次でございます。はい。その次、うん。今度はこんな局面でしたと、うん。鹿島が攻め込むちょっと前の話ですね。うん。広島のカウンター食らってボール奪った後なんですけど、うん、もう広島の選手たちはやっぱり先ほどね、徳島福岡でも話したように、うん、フォワードが基本的に2人、ドーグラス・ビエラ選手と浅野選手がいなかったので、はい、2人でギューンとこうプレスにやってくることになりました、うん、でもフォワードセンターバック鹿島のセンターバック2人に広島のセンターフォワード2人がギューンってやってくるもんだから、うん、鹿島はボランチの1人であるミサオ選手が後ろに落ちることによって3対2の状態作り出して数的優位を作り出したってのがありました、はい、でこれで鹿島はもう前線にボールをつなげるっていうことができるようになったってのがあったんですね、うんうんうん、なるほどね。そうで、それでボールをつなげられるようになったんだけど、うん、ちょっと戻っちゃいますが、うん、広島は後ろにディフェンスがっちり組んだってのがあったので、うん、そこはボールが前最前線まで行かず、なかなかシュートを割ることができなかったよ、うんうんうん、なんていうシーンが続きます。なるほどね、うん、このカードの打ち合いだったってことですね。そうなんです、はあはあはあ、だからでそんなことが続きました、うん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 、でいくつかしかなかったんですが、じゃあ広島はどんな攻撃してたのって形になります、うんうん。これ面白いのが結局広島がこんだけ頑張ってディフェンスするから、まあ、ゴールはどっかで奪えるわけですよ、うん、結局人数も多いし、うんうん、っていうのがあるので出てくるのがこちらです。はい、ドンと、はい、ボールを奪った後にはもうドーグラス・ビーラ選手と浅野優也選手だけ最前線にギューンと張り出させて、はそこからの高速カウンターをやってきましたと。広島がね、そうですね、鹿島はサイドバックの選手もギューンって前まで上げちゃってるので戻りはどうしても遅いから、はい、ずっとね、鹿島は町田選手、犬飼選手、三沢健人選手の3人がディフェンスにいて、はあはあはあ、広島はドーグラス・ビーラ選手と浅野選手が2人いるからずっと2対3の構図ではあるんですけど、はいはい、そんな中からあとはね、ちょっとミドルシュートみたいなものが1本決まっちゃって広島が1点リードすることになっちゃいました。はい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 、ありました、はあはあ、でこのシーンも結局はドーグラス・ビーラ選手が鹿島のセンターバックたちをギュンギュン押し込んでたりもするので、終盤ちょっと空いたところ浅野選手が見計らってボンボンって押したようなことがありましたね、という感じでしたと。やべえシュートでしょ、やべえシュートが起こっちゃった、ってのが起こったよ。立派な得点ですもんね、あれで。あとは守備って言ってするもんね。そうなんですよ、うんうんうん、あと広島は守りきればよかったんですが、うん、鹿島は最後こんなことを起こしてきましたよと。素晴らしかったね、最後のシュートのところの連携。いや本当そうですよね、これ後半24分に最終的に起こることになるんですが、広島に1点決められてしまった後、鹿島はこの左上のこの戦術カード、もともとはドリブルとかクロスをやってきてたものを変えました、うんうん、はい、前半の30分ぐらいからちょっと変えて、うん、もう相手のディフェンスをガン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 押し込ませて、実は広島途中から6バックやってたんですよ。はいはい、4バックどころか、そうなんですね、5バックどころか6バックで6-3-1っていうフォーメーションやってました、はい、でそこにもう鹿島の選手たちももうわちゃ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 入り込んでいって、うん、あとはその中で中盤の選手、三沢健人選手からボールが出たボールを、あとはコンビネーションでどうやってディフェンスの裏まで入り込むかなんてことをずっとやってた結果、荒、うん、木選手が後ろに抜け出してゴール決めましたっていうのが一回起こったんですね、はい、まさにコンビネーションで崩した形ですもんね、最後ね。そうですね、うん、実際これに関する解説は昨日かな、あの矢部地スタジアムの方で、中村健吾選手が、ちょっと解説されてるので、ね、ぜひ見ていただければっていうのは、はいはい、うん、細かいことはそっちで見ていただければなんですが、もともとドリブラーだったらギュンギュン入り込めるんだけど、そんなメンバーいないから、鹿島の面々はもう3人目4人目の動きを使って、どうにかこのブロックを崩しに行くってことを1時間ぐらいかけてやった結果、1点もぎ取ることができました、そんなことをやりましたっていう試合でした、はい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 、はい、うん、
で、おそらく広島も、おそらくこうやって1点ぐらいだったらもぎ取られても仕方ないっていうのはおそらくあったんだと思うんですよ。はい。それであっても、これだけ押し込まれるってことは、自分たちもカウンターの機会は1、2回はあるだろうっていうところから、うんうん、点取って1、1ってことをもぎ込んだのが、結局はこんな、現実的勝ち点政策って形につながっていた、うん、なるほどね、とは思いました。なるほど、なるほど。うん、へえ。そんな試合になっていたのかなと思っておりますよ、と。はいはいはい。いう形でした。それぞれの講師のところにね、カードが先生あしらってあって、うん、4項目ごとの、じゃんけん的なね、説明になってるんで、振り返ってみてくださいね、皆さん、ね。はい、よろしくお願いします。なるほどね。はいはいはい。こんなね、おそらく広島も、広島ぐらいでも、これぐらいそれこそブロックしてくるってことだから、多分鹿島相手にもうこうやって自陣まで引いてくるチームってのは今後多分10チームぐらい出てくるんだろうなと思うんですよ。なるほどね。はいはい、勝ち点3拾うんじゃなくて、勝ち点1取って負けをなくす。はい。まあ、降格4つの世界だからね。そうですね。だ今年はだからもう J1 も J2 もそういう世界になると思うので、だ今日普段ね、順位高いよっていうチームの皆さんは、このブロックをどうやって崩していけばいいんだろうってことを考えなきゃいけなくなるし、そうじゃないよってクラブの皆さんはどれだけこうやってブロックを強度高められるかっていうのが、今年の一つのトレンドになる。面白いじゃないの。面白いじゃないの。やっぱり4大5大リーグになりますとね、こう力の差がはっきりした時の戦い方とか見るのもまた面白いですもんね。そうですね。そういう時代に突入していくのかもしれない。そうだ、そうなんじゃないかな。チャンピオンズリーグとかでもね、がっちりブロックからのね、バルセロナとチェルシーとかって昔そうだったもんね。だってね、そうですね。これは他にも川崎柏とかもそうだったし、他のチームでもこういうことはだいぶ起こってたと思うので、それぞれのチームはどんな感じの局面でどんなこと起こってるのかなってことを見てもらえると面白いかもしれません。これは先生、この戦術じゃんけんみたいな上とさ右左に出てるこのカード、はい、これの内容っていうのはチームによって変わってくるっていうことなんですか？かなり変わってきますね。この細かい字とかこの矢印も変わってくるってことなんだね。そうですね。この試合における広島は右に出てる4つのカードを持ってたってことで見ればいいんだね。そういうことです。これまたこれに関する動画はまた別途出そうと思ってるので、なるほどね、なんでそれちょっとね、はいはいはい、また出しますから、ちょっと見ていただけたら嬉しいなと思っています。はい、はい、お願いします。はい、そんな感じでございました、というのが今日の話でした。濃いよね、濃いよね。なんかいろんな手法を出してきてるよね、ドンビルク先生がね。今年は本当できるだけ簡単にってのを目標に、データとか戦術いっぱいやってみたいなと思ってるので、せっかくね今年その全部のレビューやらないからこそ、よりなんかいろいろ濃い、いろいろ濃い動画出せたらいいなと思うから。いろいろ声って2回言いましたよ先生今ね。なんかね、今自分で言えてたかどうかが分からなかったので。頑張ってくれてますね先生、ありがとうございますよ。ありがとうございます。これは素晴らしいですね。もうそうですね。だからウィンウンって動くやつとかできないのかね、はい、ちょっとしたアニメーションみたいなね。あ、それも、でもパワポでやれるっちゃやれるんで、ちょっとこれ今度やってみま、見たいと思う。そんなのもできんの先生？あ、それはできます。さすがにね、スライドで使うのでね、人によっては、状況によっては。あ、そうですか。そうそうそう。いやー、先週に続き今週も面白かったという、もめ太郎さん、ありがとうございます、ね、小ゆいというね、大福さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こいこいだね、ということで、いやー、楽しませていただきましたよ。ありがとうございました。手帳のこの4つのカードを手元に置いて試合を見たらいいのかな。はい、ま、これを見た後に同時視聴配信してほしいな。一緒にな。そうですね。今オレンジのカードですよとかね。ですね、なんでこれを、あれこのカードを出しましたよっていうね。今ポジトですっていうね、そうですね。なんであ、今はのは例外ですと言ってくれてもいいですから。確かに単純に相手とか自分のミスも存在しますからね。実際この今ちょっとまたシート変えさせてもらったんですが、はい、このねデータの時に、それぞれのチームが基本戦術何持ってるよってこととかは、なんか言葉かこのカードとかでちょっとお伝えする機会とかあればなと思ってるので、毎回これ15分とか20分でも絶対長いなと思ってるから、もう6分8分ぐらいの動画でもパッて終わらせようと思ってるので、
パッと振り返るって機会になって、パッとどんな戦術あったのかなってこと知ってもらえたら嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。まあ表の見方もこっちも慣れればね、理解も早くなってくると思うんで。そうですね、台所とかの同じ感じになってくると思います。ゆっくり教えてもらって、はい、はい、ありがとうございます。ということでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてまた先ほどもちょっと話したことですけれども、はい、うん、こちらですね、はい、3月19日、はい、金曜日21時から、オンライントークライブ奥座敷やらせていただきますので、はい、よろしくお願いします。来てちょまげね、ね、あの概要欄等々であると思うので、はい、そこからポチッと押してもらえたら嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。ということで以上ですか。今日は全部使い切りました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでお送りしてきました、はい、生配信でございますけどもね、はい、それじゃあ終わりますか。終わりますか。ホイットニー・ヒューストンの歌歌って終わっていいですか。僕が、いや、お願いします。エンダーイヤーなんでなんでその曲なんの。久しぶりに聞きましたね、ピスタチオ。ピスタチオの方を言ってんの。はい、はい、ちょっとなんていうのかな、こう情報がギュッと詰まってったから、はい、なんか一回破壊しなきゃなと思って一回なんか空白ね、ポケットでバランス取んなきゃなと思ってね。はい、はい、なんだよ、はいって真面目だな。もうちょっとなんつか、いやいや、なんでもないでしょ。一生懸命やったのはわかりますけど、もうちょっとなんか無駄話もするチャンネルでしょうよいや確かにすごいですよ、素晴らしいですよ。何シュッと終わろうとしてるか終われませんよこんな感じで。なんでだよ。投資ハイスクールじゃないですから。一番最初やったでしょその喋りは。皆さん、じゃあそういうことなんで終わりましょうとても勉強になりました。あ、ナイスパー、ありがとうございます。ナイスパーです。ナイスパーで、いやー先生、煙出るぐらいまで準備してくれたっていうのがよくわかりました。ありがとう、ありがとうございました。はい、明日もね、明後日も動画出ますんでね、はい、よろしくお願いします。あ、そうだ、はい、ね、そういえば情報一個忘れてた。明日朝もニュースでもちょっと言おうと思うんですけど、はい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 、ね、木曜日に、代表発表だそうです。あ、木曜日、うん、はいはい、あ、何時とか決まってるのかな。わ、まだ分かんない。まあでも例年2時なのでいつも、うんうんうん、まあ遅くとも花火で運動会やるときみたいな感じ、花火でドーンってこうやるやらないみたいな、代表ダーンって今は上げられないからな、なかなかな。そうなの、何で発表するの、うん、何を持って発表するの。今ね、まだ分かんないんですよ、正直。僕のところに何も情報なくて、公式サイトかか YouTube チャンネルか、うん、韓国代表発表されたんだって。そうなんです。ガチのメンバーだってさっき誰か言ってたね。そうなんですよ。秋駒さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ねじ込んでくれた。なんかね、はい、ただね、うんうん、やっぱり招集拒否するチームも出てきそうだって言われてるので。韓国？そうそうそう。あの海外からもメンバー呼んでるんだけど。あ、それはあるだろうね、でもね。うん、あと昨日の試合で、あのソン・フンミン怪我しちゃったんで、メンバーに入ってたんですけど、あら、多分来れないので、多分ね。はあ、そう。そうですね、だからそこがどうなるかって話ですね。なるほど。あ、J からも韓国代表に4人入ってると。そうなんです。へー、そっか。まあ日本でやるんだもんね、それは J から選んだら行きやすいよね。そうなんです、それ一番いいですよね、うんうん、あ、J リーグ韓国選抜で11人になんないのかね。あ、どうなんでしょうね。ただね、うん、これもあれって思ったのが、あのガンバの2人も入ってたんですよ、はい、韓国メンバーに。はい、ただガンバも2週間一応活動停止だから、だから招集大丈夫なのかなとかってやっぱ話としては上がってますね。確かにね、楽しみですね、どんな人が選ばれるのか ね、 だってまたどうします。キーパー5人選ばれたらどうします。最近みんないいんで森保さん、いや最近みんないいんでね、5人選びましたよ誰か止めろよってなっちゃうよそれは5人交代ですから、前半と後半で変えますし。あとそれの動画だから木曜日とかで出せればいいですね、うん、なるほどね、我々ね、わかりました、うん、また出次第それはやっていきたいと思います。私は胃カメラを撮ります、明日ありがとうございます。それでさ、緊張してるんですよ、だから
生涯で2回目なんですけどもね。明日何時ですか？明日11時45分だからもうご飯は食べちゃいけないんです。今日はもう食べました。頑張って明日口からねカメラを乗り込むんですけど、はい、緊張してるわけです私ね。なので、はい、私ねリハーサルとして今からね、うん、これ先生だけにしか伝わらないかもしれないけど今からこのね目の前のねウェブカメラをね飲み込んでやろうと思ってます今からリハーサルとして見といてくださいよ。綺麗だったら綺麗って言ってください私の胃がね先生胃がんいんって言ってください。胃が綺麗な場合はいいねっていう意味でね。はいはい本日以上ですりましょう。明日の動画も撮りましょう、はい、今からね、はい2、3本撮ろうと思いますので、ね、またもうミッドウィークに試合ありますから。そうなんですね。次をね、はい、ぜひ高評価ボタンをちょっと押していただいていいですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。高評価ボタンを私の何て言うんですかね、私に注入するバリウムだと思って高評価ボタンをちょっと入れていただいてね。ありがとうございました。出た。ウェブイカメラいいですね。あ、生配信しますか明日ね。胃の中をずーっと言って、あ、ここも綺麗になってます。ここ少し荒れてますね。ちょっと胃液が出過ぎてるんでしょうか。さあここを水で流してみましょう。ピューったら水で流すの知ってます？胃液をピューって、そうなんですよ。ほらこうなってますねって一番奥に行って、はい、それじゃあ一番この肝心なとこ見てみましょう。パッって言ったら胃の奥にこう書いてあるんです。奥座敷にて続きは金曜日もかありがとうございます。ありがとうございました。すいません、はい、失礼いたしました。皆さんありがとうございました。お付き合いありがとうございました、はい、ということでまた明日出ますんでね、ぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。皆さんありがとうございました。ひろともさん、セフィロトさん、ライムさん、カトケイさん、大福さん、 TH さん、ウエムウツさん、タナベッチさん、マルチンスさん、ウエムさん2回目です。ひろともさんも言ってますフッティさん他ありがとうございました。それではバイバイ。また来週じゃない、金曜日。